愛媛県知事一覧は、愛媛県の歴代知事の一覧。当日有権者数、116万751人、最終投票率 39.、39.05%、当日有権者数、116万7078人、最終投票率 42.、42.93%、当日有権者数、118万8671人、最終投票率、 49.17%、当日有権者数、120万3708人、最終投票率、43.12%、当日有権者数、120万3439人、最終投票率、4 4 2 2ト、当日有権者数、119万5247人、最終投票率、 63.10%、当日有権者数、1169,058人、最終投票率、54.21%、当日有権者数、1133,955人、最終投票率、45.86%、当日有権者数、1109,842人、最終投票率 55.、55.61%、 当日有権者数、1。089403人最終投票率 60.、60.28%。当日有権者数、106万53人最終。投票率 57.、57.68%。当日有権者数、102万52人最終投票率 72.、72.92%。当日有権者数、97万6867人。 最終投票率 79.、79.27%、当日有権者数、90万4153人。最終投票率 81.、81.49%、当日有権者数、89万632人。最終投票率 75.、75.38%なお、公職選挙法違反により、求償陣への総括責任者であった。 白石春樹が逮捕され、白石は1968年、上告を取り下げ有罪が確定したため選挙も無効となったが、すでに知事任期は終了していた。当日有権者数、88万5466人、最終投票率 75.、75.72%、当日有権者数、84万4450人、 最終投票率75.34%当日有権者数812150人最終投票率88.72%当日有権者数人最終投票率75.45%ありがとうございます